はい、どうも、こんにちは。こんにちは。はい、どうも、まさきんくんです。はい、サカツをやっていきたいと思います。前回の続き、パート2で流した続きをやっていきたいと思います。なんで、鹿島アントラーズ、早速、引き続きプレイをしていきたいと思います。ちょっと練習見ていきましょう。どんな選手がいるか。佐藤、岩政、翔、中田浩二もいますし、西もいます。中盤、柴崎、小笠原、土屋、遠藤ですし、豊川に大迫。はいはいはい。で、ベンチ、まあ一人。まあ、これでやっていこう、いきたいと思いますね。で、インチキも11億。で、練習を考えていきましょう。まあ、攻撃。じゃないですか、やっぱり。攻撃は最大の防御。なんで、まあ、攻撃評価でやっていきたいと思います。はい、じゃあ次、ステップいきまーす。まあ、こうやって、そうですね、練習をやっていけばいいと思います。で、まあ、今度はスカウト左いきますね。本当に目は何も見えないっていうね。羽生いるんますね、羽生接近7000万この選手、世界に出ることいるわね。難しいですね。うわー、微妙ですよね。なんで僕その前にそもそもサカツクを始めたかって言いますと、ちょっと YouTube の人のアキさん方がいらっしゃるんですけど、まあ、この方がまあそうですね、パワープロ始めてたんですよね。で、僕もちょっと野球に対抗してちょっとサッカーゲームをやっていきたいなと思い、まあサカツクをちょっとやっていきたいななんて思ってちょっとやっております。まあ一番最初なんで、まあこんな感じでスタジアムとか練習場とか見たり、クラブハウスですね、見たりやっていますね。まあ、こういうところはちょっと、まあ、簡単に削除しておきます。で、これから、そうですね、個人練習だったりやっていけるんですよね。特別練習で、まあ、そうですね、柴崎の、特殊能力みたいな感じですよね、今日は。小笠原プレイメーカー持ってるんで、まあ、そうですね。あと同じ練習させると、やっぱ効率も上がるんで、まあいいんじゃないですか。大阪も。ガンガンシュートやっていきたいと思います。まあこんな感じで、まあ特別練習やっていたり、まあそうですね、まあお金に余裕が出てくれれば秘蔵っ子練習で、まあ能力上げていったりしていけば、まあ選手も強くなっていき、チームもまあまあまあ強くなっていくとは思います。で、僕の、まあ、バラメーターとしては、まあ、こんな感じですね。まあタクティクスが伸びてる感じです。はい、やっていきたいと思います。はい、1ヶ月終わりましたね。まあまあまあ、まだギリギリ黒字ですね。はい、やっていきます。地味ですよね、でも。あ、僕はちょっと今その監督の評価、レベルマックスやってるんで、まあまあそこそこ強い選手になっちゃってるんで、監督になっちゃってるんで、まあ初めてやられる方向けにもちゃんとその動画を作っていこうと思っております。まあ最初はこんな感じだよっていう、まあそうですね、動画ですね。で、プロモーションとかもやっていこうと思います。今後何もできないんでキャンプ行きたいと思います。海外でどこがいいんですかね。サンパールあたり行きますか。
サントス、ネイマールがいるチームですよ、ね、昔で言う。今もいる、今いるんじゃないですかね、ネイマール。やっていきたいと思いますね。まあこうやって移籍オファーとかが出ちゃうんで、まあこういうのも確認したり、まあこうやってリストアップスカウトが連れてくるんで、まあ、さっきのところで見ていけるんで、まあ見ていきましょう。はい、ここで今海外にリストアップできてたんで、ホルドクの世界最強みたいな、まあまあ強い選手ですよ、これ多分ですね。で、あとはトップチーム見て、ぜひオファー見て、もうこれ何十億だったら選手出してもいいと思うんですよね。でこうやってまあ経営っていうか、まあこうやってチームとして、監督としてオーナーとしてまあやっていくのがサカツクの主なところかなって思いますね。で、まあ2月の終わりに試合があります。はい、ということで今日はこの辺で動画を一つ区切っていきたいと思います。さあ次回はですね、そのサッカーの試合をちょっと撮っていきたいと思います。それではまた撮っていくのでよろしくお願いします。過去の動画でそうですね、パート1とパート2があるので、そちらもご覧いただければと思います。それではアディオス。